今日は連日連夜暑いですね。ね、今日ね、あ、昨日ね、昨日つが、あのコレットザオディオネットキャ、これナビ送ってきたよ。これ、まずこれね、岐阜から届いたの。岐阜のね、いいの名前子、清水さんって。送ってきてくれたのね。着払いでよこせばいいものを出なくて、これ元払いで、これね、手紙1個も入って、これ本日はってね、いつもほのぼのした動画拝見してますって、うん、入れさねむってだもの送ってくれたんだってね。岐阜の清水さん、昨日電話したんだ、ついですのさ電話して、うん、あのありがとうです。ね、みんなこうやって気使ってきて、ね、なんだって、コロナ入ってからさ、貧乏で貧乏で、なんも買えない。ね。まあ、人生の中でね、こういう節約することも大事だよね、俺らの場合。うん。だからね、最近、いろいろ節約して生活してますけどもね。清水さん、ありがとうでした。ね、あ、これこの間ね、ニコトノってだ、石井さんね、石井さんの奥さん、この間来て買ってくれた、買ってくれたって持ってきて、これといつもの時はの卵と、あの、うん、ほらこニコトさ、あんまりこういい車運転しやすいんで車検取ろうと思って、納税証明書なきゃわざわざ持ってきてくれさ、ありがとうです。まあね、そういうわけでね、今日ね、今日何作るかっつって、なんか俺の料理動画もの忙しい忙しい実況中継とかさ、なんか作ったものばっかしがあげたりね、それも あって、なんか最近料理動画も伸びなくなりました。まあそれはいいんだけど、でね、作ったものね、ものをこれからちょくちょく作っていこうかなと。で、あら、俺の動画、料理動画、お父さんたちもよく見てるから、本当に簡単に作れるものでやろうかなと思ってます。でね、今日ね、ミートソースなんだけど、まだミートソースがある。今日はね、ミートソースで、和風ミートソースね。ミートソースってね、アメリカ発祥だけどもね、アメリカでなくて和風、ちょっと、うーん、まあミートソースね、和風って言えば和風なんだけど、あの味付けにね、まあ、めんつゆだの醤油だの、うん、俺の場合今回はね、あれ使うんだ、ほんとさ、いつもはよいしょ、あれどこさ行った、どこさ行った、みんなあった、いつもはね、これね、発泡汁使うんだね。でも発泡汁とまだちょっと違って、この秋田の味比べね、これお客さん送ってけ、お客さんつが動画見てる人送ってけな、これもなかなかのもんだ。最近ちょっとこっちさハマってるので、今日はあの味比べで味付けします、ね、まあ味比べも、で味、秋田の人はね、ぜひこの味比べ使ってほしいんだけど、青森の人はこの、なんだ、青森の人はあの発泡汁で、ない人これめんつゆ使えばいいからね、同じだから。というわけでね、今日ね、あれ、和風ミートソース、食べ方も後で、これね、ちょっとね、ちょっとこの間しいたけ、ちょっと2、3日たちしてくるぐらいした安いのがちしたっけ、まあ味には変わりないの OK です。これね、玉ねぎと、うん、人参のみじん切り、これ豚肉ね、豚肉のひき肉ね、うん、まあドンキの量っていうか、別にドンキでもいいです量はね、あの量は、あの、おらいじいじあの何グラムとか言わないので、
豚肉いっぱい食いてば豚肉いっぱい入れればいいし、椎茸いっぱい食いてば椎茸いっぱい入れるしね。まあそういう感じでね、ちょっとね作っていきますね。せばね、いつもの通り肉と野菜は別々で炒めますね、私ね。で、ひき肉だの特に油しきません、私。でね、野菜の方はね、はい、手すべれば。でね、野菜の方は、はい、ココナッツオイルですね。ね、これ玉ねぎのみじん切りと。それから椎茸ね、全部入れてまらいね。ね、粗挽き。塩ね、本当に簡単だよ。簡単でね、美味しい。なんだかね、料理動画まし続いたら超サイズも全然伸びませんですね。まあいいんだけど。さあ、車動画もさ、いっぱい撮ってあるんだけどさ、こう、もう一回ここを撮ってから、パソコンさ、取り込むとか、そういうのいっぱいあるんだけどさ、そう思ってて動画残してるうちにさ、この猛暑だけや、ね、お医者さんにも、なんとかニュースでもさ、高齢者はあまり外出ないようにね、喋ってるから、私高齢者なので外出ないようにしますね。だからね、炎天下の中車動画撮ってたら熱中症になるといけないので、なんかね、コロナで死ぬ人より熱中症で死ぬ人多いから気付けないとね。コロナ橋気付けだってね、熱中症も気付けないば本当に。うん、あ、じゃあだね、今年はね、お盆も全然例年だかね、いろんな人他県から来てくれてね、お店ににぎわったんだけど、今年はね、豚もなく、でも横浜の古希を迎えたというご夫婦ね、藤井さんね、あとこの間東京からカップル、あと津田部、もう一組と横浜からご家族ね、お父さんお母さん子供っ子3人ね、すげえ来たな、すげえ来たよ、あの時。うん、子供さんが来んだな。うん、よし、これ豚肉はね、まあ煮込むはんでいいんだけど、ちゃんと炒めてくださいね。ね、この肉の方にね、野菜入れますね。よく炒めるね、炒めるの心ね。ただね、もうこき炒めたら OK。
洋風みたいなのと全然気使うあれなく簡単こうね。ただねこれにねトマト缶ね2つが元棚今回は3つ入れましょうね。もう一個だな。もう一個だなと言いながら、4缶しかないか。これ、これさ、煮出れば水出てくるはんでさ、どんだべな。後で調整だね。とりあえずね、これでね、30分くらい弱火で煮ますね。はい、グツグツ煮えてますね。グツグツ煮えたらね、今回はね、味比べね、万能つゆ、これを入れますね。これね、和風ミートソースね、ちょっと甘い方が美味しいね。なんで、麺つゆも少し足しますね。麺つゆ、でね、匂い粉を嗅ぎますね。匂い粉、この匂い粉だば、もう感じ比べ入れた方がいいね。私ね、めんつゆももう赤入れますかね。私ね、初めこうってするのもあるけど、匂いでも大体わかるんです。もし甘すぎだなと思ったらトマト缶1個足してください。これでもう1回ね煮ますね。だいぶこれなんかスープ状だね。スープ状でいいんだこれ。和風普通のミートソースよりさ、こうちょっとこうなんだ トロトロっつうんだが、なんつうんだでね、入ったらねもうこれでほとんどでいいやん。あとはね少しこう水気飛ばす感じで煮ればいいんだ。弱火でね、とこう見つけ飛ばせんね。ね。というわけで、これでもうできたの。もうこれで美味しいよ。これでもう簡単だね。めっちゃ簡単だね。缶詰っこどれ。あ、ちょっと麺つゆ入れすぎだ。でね、続いてはね、トマトジュースで薄めましょうね。結構たっぷり、で薄めればいい。これでちょうどいいと思うよ。ご飯酢揚げで食ったりパスタで食うのでちょっとしょっぱい方がいいかもしれない。ね、これに使うパスタはやっぱこのタリアテッレね。これタリアテッレ、これ使った方がいいびょん。普通のパスタでもいいけど、これの方が美味しいと思うね。塩1個入れて、茹で時間8分。どれ ?1、2、3、4、ここくらいやってみるか。6個やってます、6個。8分だはね、7分。はい、茹で上がりましたよ。それ、硬さはどうですかね。
ミツカイの鍋がミツカイの。長いのばっかしですね。うん。いいとこですね。やっぱね、ご飯にかけるやつとパスタのやつにしますね。パスタ。うんね。パスタはね、必ずね、ワン加工。大輔、大五郎。これね、少しね、はい。あ、結構五つ。量だな。の結構いい量だ。だね。まずね。ミートソース、普通のミートソースもんだし。まずね、ただね、パスタの上にね、ジャッてかけるんでなくて、なんかね、少しね、こう、少し、なんかこう、絡めてさ、パンチここを通してさ、豆板加工を絡ませて、の、こう絡ませて、ただね、ね、なんか絡ませて、盛る。ね。わ、結構盛りだな。ほら。ね。これ。で、これさ、和風ミートソースをかけます。ここは普段ね、ナスダの入れても美味しいかもしれないね。ナスね。でね、ご飯はね、よくこういうの、ほら、ピラフとかの、タメリックご飯使うけど、これにはね、本当に白いご飯ね。白いご飯を、こうやってかけます。ね、これ。それで、まあ、この長さいろいろ、今日は入れなかったけど、ナス、今ならナスとか、ズッキーニとか入れても美味しいと思うよ。これ、和風ミートソース、パスタ。ね。和風ミートソース、ライス。ね。美味しいよ。そういうことでした。えば。はい、ポンチ行くか。はい。